ははいみさんこんこにちはマミです今日はみんな大好きみんなが興味があるお金についてお話ししたいと思いますねもう私たち実はねもうコロナ無職になってしまったんですよ本当にというのも私たちのバックカラーでお金の話はあんまりしなかったんですよ、まあ、言うと正直暗くなるのでいい話ではなかったんで まあ、今日もね、こうやって家で撮らないあまり聞こえないようにお互いした方がいいのかなと思ったんでちょっとこうやって外から撮りましたで、えー、私たち夫婦はもともとそんなにお金を稼いでなくて低所得者で、まあ、お互いにねゴールがあってやりたい目標があってそのために、えー、ある程度の生活ができればいい、まあ、ある程度っつっても、まあ、最低限の生活ができればいいって思っている人たちなので。 そそれれ以上のことは求めてなかったんで別にそれでね私も別にそれだそれでいいし彼にもそれも求めてなかったんですけど私が妊娠した時に <laughs> 彼がいきなりねある日突然仕事辞めてきたんですよ。で「もうちょっとこの会社でやっていけないから」っていう話を聞いてで「分かった」って言ってでてっきりまあその後ねバイトでずっとまあ結構。 まあ、そこまでの同じぐらいの収入まではいかないけど結構稼いでてくれればで毎日バイトして毎日毎日稼いでちゃんとやってくれればいいかなと思ってたんですけどなんか妊娠後期ぐらいまではちょっと結構やって私も一緒にやっててたあの電動キックスクーターをあのチャージする仕事がうちの住んでるのはビーチ沿いなのでなんでまあ,あのそれをのバイトをやってたんですよ。 にやってたんですけど妊娠後期ぐらいからバイトしなくなっちゃってで普通の学生にの「俺学生になりたい」って言い始めてで学生になったんですよで学校まあオンラインの学校がほあのクラスがほとんどでで授業をあとは数クラスだけ行って取るっていうスタイルで彼をやっててで彼はすごく成績がよくて頭がよくて。 でえー、とーほとんどほとんどっていうか全部 A かな、あのー、全部成績が良かったので国からお金が毎月約1,000ドル学校に行く費用は全部無料でさらに国から1,000ドルずつ毎月補助が出ていたのでそれで生活してました。 でもう全然1000ドルじゃ住,、ま、住めなくて結局家賃とか全然足りなくて生活費とかねそうですよねまあ日本だったらいいのかなちょっとそれぐらいで住めるのかもしれないですけどもロサンゼルス全然そんなんじゃないのでで結果 住めなくてで結局私もバイトまあ私もねアクティング以外にもワンちゃんの仕事したりとかあとは旅行業やったりとかもともと添乗員だったんで旅行業やったりとかあとはイベントのマネージャーをやってたりとかいろいろやってたんですけどまあ本当にこのコロナのせいでですよね。もう完全に、まあ それでなんとか今まではやってこれたんですけどとうとうコロナの襲来で月その1,000ドルは学校のは確かにもらえるんですけどもう毎日私たち家族さんに無職ですイエーイ頑張って明るくね言わないとまたそもう本当にね私との彼との間で何百回何千回ってお金のことで喧嘩してきているので。 でね、もっとねなんか私の考え的にはもっと働いなんかバイトでいいからいろんなこともっとやってよとか言ってすごい喧嘩しててで彼の頭の中ではなんかまあ月1,000ドルもらってで私の普通にちょっと頑張って働いてるお金とかで合わせれば別に生活できちゃうから別に俺が頑張んなくてもいいみたいな考えになっちゃってるみたいで,で俺はぜあの学校卒業してからちゃんと就職先に勤めるからそこで俺は返すみたいなだから今私を頑張れみたいな。 本理にかなってんだか理にかなってないんだか分からなくてもうね100回ぐらい離婚してやろうって思いましたよ本当にもう本当にね皆さんなんか周りから見るとああちは喧嘩よくやってるみたいな感じですけど本当にねやっぱねお金がないってことはそういうことなんですよ悲しいことにそうでもう100回ぐらい喧嘩しま回して100回ぐらい喧嘩して百回ぐらい離婚するって思いましたよでコロナが来まして 何にもななくっっちゃったんですよね私のフリーランスでやってるやつとかもうなくなっちゃって無職になっちゃったんですよでもねトランプさんがなんか4月の上旬にはお金を支給してくれるっていうことなんでなんか私が聞いたニュースによると年収去年のタックスがえっ、ー、とのを元に決めるみたいなんですけど750万以上1人がね700万以上50万以上稼いで。 い,いるいたら金額はなんかまたそれよりも下がるみたいですけどそれ以外の人それ以外の人はみんなそれ以下あ以外っていうか以下の人は、えー、みんな全員大人は1200ドル子供が500ドルということでもらえるみたいですこれでなんとかなるかなっていう本当に気です気がしますただね もううちのこのエリアみんなねうわーアメリカいいなそんなもらえるともらいいねいいねって言うけどうちのほんとにねもうレントの,あの家賃の相場がほんとに平均的に一番安くても10万は切らないですよ絶対10とね1 5 6 0 0ぐらいが平均ですもううちのエリアだからじゃないですよほんとにそれぐらいがロサンゼルス平均で1 5 6 0 0ぐらいはします ねえもっと高いんですよ元サンタモリからいいところエリアもっといいところエリアとか繁華街に近くなるともう全然その倍とか軽くしますし、ね、えまたビーチに本当目の前のストリートとかだともうもうもう桁がしますもうでもねもうみんな苦しいみたいでこの隣の隣の家か,家かなんかもあのレントサインが出ててみんなもう。 レント募集って出てて出みんなそういう風になってっちゃうんだなと思ってテナントさんがどんどん出てっちゃって払えないんですみんな本当に家賃が。なんか待って、ま、っみんな待つようにって、あのー、市長からメイヤーが市長が。 あの政策を言ってるんですけどでもオーナーさん自身も実は実際は借金を持ってたりとかねお払い切れてればいいんですけどオーナーさん自身が今度銀行から借り入れてるとかそこからそうなると今度オーナーさんのクレジットスコアが悪くなってしまったりするんですよそうやってそういうのでストップとかしちゃうとだからやっぱり回収をどんどんしなければいけないのでもうテナントさんが出てくと多分本当ね命取りになるんですよそういうことで全部が。 なななのでで本当にみんなみんん苦しいですでこの金額はまあでもだとかなと私は思いますけどこの1200みんな日本の人とかみんないいな,いいなでもそんないいなじゃないんですっここの相場が高いんです全て。ねで例えば保険なんかがもうすごく高いから病院にも行ったら大変なことになるし一つ一つが高いここは。ねなんで。 大変ですが、頑張ってますなんで皆さんも一緒にコロナ頑張ってください頑張りましょうというか stay at home, please! ね、みんな、あの、遊びに行かないで家で待機して、YouTube、私の YouTube でも見て待機してみてください。<laughs> もしよかったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。では、また他の動画でお会いしましょう !See you! バイバーイ